1980年モスクワオリンピックは1980年7月19日から8月3日までの16日間ソビエト連邦の首都モスクワで開催されたオリンピック競技大会一般的にモスクワオリンピックと呼称される共産権社会主義国では初の開催となった放日するボイコット問題でスポーツと政治の関係が問われた大会でもあった ソ連は1952年ヘルシンキオリンピックでオリンピックに初参加してから常に国別のメダル争いで上位に立ち、ステートアーマーと呼ばれるトップ選手の金メダル獲得を国威発揚に活用していた。その集大成として自国の首都モスクワでのオリンピック開催を目指すようになった。一方、オリンピック自体は巨大化の弊害が見え始め、 1972年ミュンヘンオリンピックでのテロ事件などもあり、開催都市への負担が大きくなってきた。その中で、スポーツ大国のソ連が運営を全面的に担うというモスクワ開催は、支持を集め、1974年10月23日、オーストリアのウィーンで開かれた第75回国際オリンピック委員会総会で、 モスクワでの1980年夏季五輪の開催が決定された。モスクワでの初の開催の決定を受けて、大会施設の建設が急ピッチで行われたほか、旧体化していた、モスクワの当時の空の玄関である、シェレメイチエーボ国際空港の空港ターミナルビルが大幅改修されるなど行われた。オリンピック初参加国2回目以降の参加国時刻機を用いず逸話綿を用いた、 参加国不参加国冷戦下において、東側諸国の名手的存在であるソ連で行われた、この大会は、前年1979年12月に起きた、ソ連のアフガニスタン侵攻の影響を強く受け、集団ボイコットという事態に至った。開会式に入場する、東ドイツ代表チームの旗手冷戦でソ連と対立する。一方で、西欧、オセアニアの西側諸国の大半。 すなわちイギリス、フランス、イタリア、オーストラリア、オランダ、ベルギー、ポルトガル、スペインなどは参加した。イギリスではボイコットを支持した政府の講演を得られず、オリンピック委員会が独力で選手を派遣した。またフランス、イタリア、オランダなど7カ国は競技には参加したものの、開会式の入場行進には参加せずイギリス。 ポルトガルなど参加国は、機種一人だけの入場更新となった。これらの参加した西側諸国は概ね国旗を用いず、優勝時や開会式などのセレモニーでは、逸話機と逸話参加が使用された。ただし、ギリシャは国旗を用いている。アメリカは、コートジボワール、イタリア、日本、西ドイツ、中華人民共和国といったボイコットした国々と、モスクワ五輪に対抗した。 競技大会を準備し、リバティベルクラシックという名前で1980年7月にフィラデルフィアで開催した。日本、編集1976年、モントリオールオリンピックをボイコットした国1980年、モスクワオリンピックをボイコットした国1984年、ロサンゼルスオリンピックをボイコットした国上記三大会とも出場した国モスクワオリンピックへのボイコットを呼びかけ、 中心的存在であったアメリカが開催する予定になっていた次の夏季オリンピックであるロサンゼルスオリンピックにはアメリカ軍のグレナダ侵攻を理由に多くの東側諸国が報復としてボイコットした。中でもイランはモスクワオリンピックとロサンゼルスオリンピックを両方ともボイコットしている。なお、前回のモントリオールオリンピックでは南アフリカ共和国のアパルトヘイト政策に絡み、 アフリカ諸国の多くがボイコットをしたが、今回の五輪では主にイスラム圏を除いたアフリカ諸国が復帰した。一方で、モスクワオリンピックをボイコットした韓国で次々開戦1988年に開催されたソウルオリンピックには、中華人民共和国もほとんどのアフリカ諸国も、ソ連をはじめとする東側諸国も参加し、大規模なボイコット合戦にようやく終止符が打たれた。 この大会に前後して、西ドイツのポップグループでもある、ジンギスカンがモスクワをモデルにして作った曲、目指せモスクワが世界的にヒットした。西ドイツは、モスクワオリンピックをボイコットしたにもかかわらず、これが縁で、ジンギスカンは、モスクワオリンピックに招待された。日本でもバオバブシンガーズや、ダークダックスによってカバーされた。前者はオリンピックを強く意識した、歌詞、 後者はオリンピックと全く関係ないモスクワ観光的な歌詞だった。開会式に入場する東ドイツ代表チーム。この開会式はソ連のアフガン侵攻に抗議して各国の旗が自国のものを掲げずバラバラになっていた。モスクワオリンピックの銅メダル。西側諸国の多くがボイコットしたことで大会は東側諸国のメダルラッシュとなった。 キューバを含めた東側諸国の経済協力機構であるコメコン加盟国全体では161個と全204個の金メダルのうち79%を占めた。特にソ連は自国開催の強みを最大限に発揮し、元来の得意種目の重量上げや射撃に加え、アメリカが不参加の競泳や陸上、日本が不参加の男子体操やバレーボールで順調に、 金メダルを獲得した。金メダル80個は、ロサンゼルスオリンピックでのアメリカの83個に次いで、一つの大会での2番目の獲得記録となっている。また、ソ連と同じく、ステートアーマーが選手のほとんどを占める東ドイツもボートで14種目中11個の金メダルを稼ぎ、47個と第2位の金メダルを獲得した。一方、 東側諸国に押され気味の西側諸国の中では、イギリスが陸上男子のトラック競技で検討し、100メートルのウェルズ、800メートルのオベット、1500メートルのコート3つの金メダルを獲得している。詳細は、1980年モスクワオリンピックのメダル受賞数一覧を三照閉会式のマスゲームで涙を流すミーシャミーシャグマをモチーフにしたマスコット。日本では、 テレビ朝日系列にて、開催の前年からこのマスコットを主人公とした小熊のミーシャというアニメが放映されていた。主題歌にはロシア語の単語も使われていた。閉会式で冷戦やソ連のアフガニスタン侵攻の影響で、アメリカや日本、西ドイツや韓国といった西側諸国がボイコットしたことに対しての演出で、ミーシャが涙を流すというマスゲームが行われた。 それから34年後の2014年ソチオリンピックの閉会式にて、ミーシャの孫とされる北極熊マのマスコットが現れ、モスクワオリンピック閉会式の映像を流した後、スタジアムに設けられた小さな聖火台の聖火を吹き消すとともに一筋の涙をこぼすという場面が演出された。ソ連国内では、全連邦ラジオで、欧州では、ユーロビジョンとインタービジョン、中南米では、 オーストラリアではチャンネル7、アメリカ国内では NBC で放映したが、一部の国では放送体制を大幅縮小した。また、カナダは当初 CBC で放送予定だったが、カナダのボイコットを受け中止が決定した。日本では1977年にテレビ朝日系列が独占放映系を獲得した。しかし、 日本のボイコットが決まったため、中継体制は大幅に縮小され、深夜の録画放送のみとなった。放映権料については、ジャパンコンソーシアムを参照。なお、この前に、テレビ朝日の重役で、怪物と呼ばれた三浦公子にが、ソ連の交換と会っていたことから、地名に油田に絡む黒い噂を含む、怪文書が流れたことがある。大会そのものは、事件もなく、平穏に終わったが、 西側諸国の集団ボイコットによりその権威が失墜したことは疑いようがなかった。閉会式のミーシャの涙に象徴されるようにソ連の失望と怒りは深く次のロサンゼルスオリンピックでは東側諸国を巻き込んだ報復ボイコットにつながった。それを暗示するように閉会式での電光掲示板ではロサンゼルスで会いましょうという文字が一切出なかった。大会後 第三代、キラニンダンシク、マイケル・モリスが IOC 会長を退任し、フアン・アントニオサマランチが新会長となった。これ以上の大量ボイコットを避けるための政治的独立とその裏付けになる経済的自立を施行し、結果的にテレビ放映権や大型スポンサー契約に依存する商業主義への傾斜を強め、プロ選手の出場解禁に道をつけた。種目によっては、 世界トップレベルの大会への参加に8年間の空白が大きなマイナスに作用した。団体競技の影響個人競技の影響テレビ朝日、その後の JOC の対応モスクワは2012年夏季オリンピックの開催地に立候補したが最初の投票で落選した。なお、同年の開催地となったロンドンの招致委員長がこの五輪で男子陸上1500メートル金メダリストの セバスチャンコーデアタ。ありがとうございます。